クリップエウスカルテルの公衆電話クリップオーレンジ色のシャツを着るエウスカルテルエウスカディの選手、エウスカルテルはスペインバスク自治州に本拠を置く電気通信事業者。ビルバオから約7トルの距離のデリオにあるビスカヤ科学技術パークに本社がある。エウスカルはバスクの電話は通信を意味する。1995年バスク自治州政府とバスク自治州の 公共貯蓄銀行が協力してエウスカルテルを設立した。バスク自治州の都市の地下にガス会社と共同で敷設した光ファイバーネットワークを有する。1999年から2011年までかつてバスク自治州の連打借りを務めたホセアントニオ・アルダンサ、ガロが CEO を務めていた。コーポレートカラーはオレンジ色である。 エウスカルテルは独自のケーブルネットワークを有しているが、携帯電話のアンテナを使用するライセンスを持っておらず、ボーダフォンと契約して、ボーダフォンのアンテナを携帯電話サービスに利用している。以前は、バスク自治州でサービスを提供するために、アメナと契約を締結し、アメナは、バスク自治州以外のスペインでサービスを提供していたが、アメナが、フランステレコム参加のオレンジとなったことで、 アメナトの契約は終了した。1994年には、バスク自治州政府とペトロノールが共同で、バスク地方で最も重要な自転車競技チームである、エウスカリペトロノールを設立した。1997年には、ペトロノールが退いて、エウスカルテルがメインスポンサーとなり、チーム名は、エウスカルテルエウスカディとなった。エウスカルテルエウスカディは UCI プロツアーを、 構成する18チームの一つであり、毎年ツールド・フランスや、ブエルター、エスパーニャなどの主要大会に出場していた。イバン・マヨやアイマル・スベルディアなどの自転車競技選手は、このチームでキャリアを築いた。エウスカルテルは16年間にわたって、スポンサードしていたが、チームは2013年に解散した。ありがとうございます。